ポーツカーというよりはそのセダンの美しいこうクーペスタイルという、特にこれ窓とかを開けるとですね、見ていただくとこれ B ピラーがないということになってるんで、あの視界性が非常に高いんですよね。だからその車に乗っててもやっぱオープンカーに乗るようなですね、開放感とともに乗れるっていう、こういうものもですねこう享受できるっていうのが、まあ、速いとかっていうだけじゃないところでこう車を乗るこの CLK を楽しむ一つの要素になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。こんにちは、株式会社カーコンセントコスタの矢野浩二と申します。今日はメルセデスベンツ CLK320 のご紹介をしていきたいと思います。はい、このメルセデスベンツの CLK なんですけれども、結構ですねこの時代の車であってもですね、弊社もそうですね、この1年でおそらく4台ぐらいこの販売をさせていただいているかなと思います。でこの CLK はですね、これ平成14年式なんですけれども、まあ、2002年にですね、フルモデルチェンジをした、最初の年のですね、この11月式っていうのがこの CLK になるんですけれども、まあ、CLK はですね、200のコンプレッサー240、あと、この320、あとはですね AMG の55というあの4ラインナップがあって、一応その AMG を除いてはこの CLK の320が最上位グレードということになります。当時ですね、この CLK というとこのクーペスタイルでですね、いわゆるこのハードトップと言われる、このボディ形状そのものがですね、この普通の人が買えないというですね、非常に贅沢な車という位置づけであったというふうに記憶しております。というのは、まあ、C クラスベースでそんなに大きくないんですよね。で幅も、まあ、1m76 ぐらいですから、あの割とこう取り回しがいいというか乗りやすい車になるんですよね。で長さもですね、あの 4.6m ぐらいですから、まあ、誰にでもこう取り回しがしやすいという車。ただ当時のですね価格帯でいうと720万円かぐらいなんで、乗り出し価格が800万以上ですねかかってたということになりますので、まあ、高値の花だった車なわけですよね。まあ、それがですね、まあ、今となってはこう非常に買いやすいという金額になってきたかなというふうに思います。でこの CLK は今この CLK というラインナップがもう今ないんですよね。今これに近いものでいうと、あの E クラスのですねクーペというのがあのこの今のこの CLK の進化版ということになるので、ある意味ではこの CLK というのがですね、あの目新しさというか、まあ、そんなにその古く感じないというところも一つの魅力ではないかなというふうに思います。で当時ですね、この720万 の, そのプライスというのが、まあ、かなりこうインパクトが大きいというところもあって、本当にこう乗る人を選ぶというところがあったんですけども、実際にこれ乗ってみるとですね、本当にそのいい車というか、あの乗りやすさもあり、当時 の, あの車作りとしてはですね、かなりその作り込んだ車であったというのがですね、この時代を超えても感じてくるというのがこの車の魅力ではないかなというふうに思います。実際こちらの車はですね、非常に10年ぐらい前ですかねに、あの販売した車がずっとその方が所有されていて、でほとんど故障らしい故障っていうのをしたことがないというぐらいもう優秀な車だったんですよね。で、屋根保管でこう保管をされていてですね、あの車の状態がすごく綺麗で、まあ、そのお客様からお電話があるのはだいたいその車検の時に、あそろそろ車検です、あもう2年経ちましたかみたいな、そういうですね、やり取りをさせていただいてて、でこの車はですね、まあ、乗り換えというよりも転勤で、車が必要ないところに転勤をされたということで、まあ、泣く泣く手放すというので、こうあの買い取りでですね弊社の方に入ってきたといういきさつになります。で入ってきてですね、最初にやってるのがこのライトをですね社外品のものに変えておりまして、LED のですね、この車幅灯とかいうのがついていて、見た感じですねこのブラックアウトされたような感じのライトで、あのこのシルバーのこう色にすごくこう合ってて、なんかこうシャープなイメージが
出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、塗装の状態もですね、綺麗な状態を保っておりまして、でこのクリアもですね、非常にこう綺麗なこう艶感っていうのをこうすごく保っているような感じです。で、横の方も見ていきたいと思うんですけど、タイヤもですね、目もまだそうですね、7分山ぐらいは普通にあると思うんですけれども、この辺りもですね、まだタイヤの交換の必要もないのかなという感じです。で、サイズが17インチのアルミを履いてるんですけれども、乗り心地もですね、後からこう試乗もしていきたいと思うんですけど、非常に乗りやすい。で、このクーペスタイルですけど、こうセダンのような乗り心地、安定した乗り心地っていうのをですね、提供してくれるというところになります。で、この車の一番の特徴としてはですね、このいわゆる B ピラーと言われているですね、こちらのピラーがない状態なんですね。で、横から見ていただくと分かるんですけれども、基本的にですね、全体の形状でいうと、まあ、ハードトップ、要は、このオープンカーのモデルもあるんですけど、かぶり折れのような形のクーペスタイルというのをやっているので、この辺りがですね、なんかこうゴツゴツしてないというところがあって、視界もすごく広くて、全体のですね、このボディ形状そのものが引き立つような感じのこうモデルになっているというのがですね、見ていただいて、気づいていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。で、本当に、ね、年式が結構経っている車でもあるので、まあ、どういったですね、マイナス点があるのかというのをこれお伝えしないといけないというところなんですけど、こちら左ハンドルになっててですね、こちらがですね、少しこう当てたような跡というか、もう普通の日常でこう開けた時にですね、口が当たったりとか、表面上ですね、少しこのハゲがあったりとかっていうのはあります。ただこの車自体をですね、購入される価格帯からすると、まあ、そこまでをですね、きれいに全て、予算をかけてやるっていうところまではないのかなというような印象ですね。で、後ろの方もですね、まあ、ガリ傷が1箇所あったりするんですけれども、まあ、そこまでですね、大きな傷ではないので、ここも気になるレベルではないかなっていうふうに思いますね。あとは、こちらですね、上のですね、こうサンルーフがついてますので、まあ、サンルーフもですね、このようにこう少し上に上げたりとかすることで、まあ、こう全体のですね、イメージがすごく変わってくるかなっていう感じですね。はい、後ろを見ていきたいと思うんですけど、こちらもですね、CLK の320っていう、まあ、こうロゴがですね、入っているような感じになってますね。で、後ろもですね、本当に傷も少なくて、ちょっとこう中に物を積んだりとかする時のですね、下に傷が多少あるというぐらいなんですけれども、これもですね、そこまで特筆して、気になるようなレベルではないかなという印象ですね。本当にこれCLK も最近もよくたくさん扱ってるんですけど、綺麗な車じゃないかなというふうに思います。だいたい結構この複数オーナーになってくると、価格的にも安く購入できるということもあって、割と雑に扱ってるっていう車も少なくないんですよね。まあ、そこで言うと非常に綺麗な状態が保ててるっていうのは、まあ、加点評価になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、助手席側の方ですね、見ていきたいと思います。こちらもですね、本当に大きな傷っていうのはない状態ですね。で、こちらにですね、少し、あ、これはでもあれですね、もうコンパウンドで普通に消えるぐらいのレベルの傷ですけれども、うん、いいですね。結構ね、年式が立ってる車をおしゃれに乗ろうと思うとですね、やっぱりそういうこういう細かいディティールの部分っていうのをですね、なるだけ綺麗に乗ることによって、こだわりをよりこう感じる部分っていうのがあると思うんですけどね、まあ、そこでは十分にその満足に足りるレベルというふうに言って差し支えないかなというふうに思います。はい、中ですね、見ていきたいと思います。こちらですね、革シートになってまして、このシートもですね、見ていただくと分かるんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。この表面もそうなんですけども、中のですね、多分この動画ですぐに伝わらない部分であるのが匂いとかなんですけど、もうベンツの匂いがするんですけど、全然その違和感のある臭さみたいなものはもう本当になくて、非常にこうご満足いただける
レベルではないかなというふうに思いますね。ちょっと乗ってみたいと思います。で、まあ、ここのですね中身でこのハンドルとかもですね、あの本革のハンドルにもちろんなってるんですけど、ハンドルの擦れとかもなくて、すごく綺麗な状態ですね。で以前、販売させていただいたこの CLK はですね、 AMG のハンドルに実はあの社外品のやつを変えたんですけど、この時代の AMG のハンドルっていうのはですね、意外となんかこうグリップ自体が純正のこのレベルのものとあんまり変わらなかったんですよね。なんでこれで全然いいかなというふうに思います。はい、じゃあエンジンかけてみましょうかね。はい、でナビがですね、まあ、こんな感じのナビになっていまして、まあ、CD があってっていう感じなんですけど、このですね CLK はナビゲーションのですね、あの交換っていうのが結構大変ということで、実はですね、まあ、この動画をきっかけに以前あの鹿児島の方からですね、このナビをその社外品のやつをつけるというだけで、ご来店を実は先日いただきました。どこからどこに行っても断られるということで、なかなかつけれないということがあったんですけれども、あのナビをですね無事に社外品のやつをインストールすることができました。間違いなく弊社の方ではそれができるので、これをですね社外品にナビだけはこれ交換されるといいかなっていうふうに思いますね。でここのナビの部分がこう最新のものに変わることによって、かなりその使い勝手とか印象とかっていうのが変わってくるというところがあると思います。であとはですねこの辺りっていうのをすごくシンプルに作られているんですけども、このこう木目のところなんかも非常にこの美しくこう傷なんかも多く残ってないような感じなんで、非常にこう気持ちよく乗っていただけるかなというふうに思いますね。あとはこのシートヒーターももちろんついてますので、冬場でも気持ちよく乗っていただけるということになりますね。で今エンジンかけてですね、今走行6万キロということなんですけれども、もうこの静粛感とかですね、この経年劣化しているような感じのものが伝わってくるようなものもないので、あの非常にその辺も満足いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、後部座席の方ですね乗っていきたいと思います。この車のですね一つの特徴としてですね、結構座席が後ろ広いっていうのがあるんですよね。で乗っていただくと、これ乗ってみると分かるんですけど、これ後ろにこう乗ってて足がこんな感じですね。で、まあ、上はまだ174センチの身長があるんですけど、確かに後ろはそんなに高くはないけども、まあ、十分にこう乗っていただけるような感じ。4人でですね、乗っていただいてもこう窮屈感がないと。で、ここに B ピラーがないということがあるんですけど、このですね、全体の視界っていうのは実は前に乗ってるよりも後ろに乗ってる方が視界が結構広いんですよね。で、上もこうサンルーフがあるんで全然狭く感じないというところがあります。だから大人4人がこう楽しく乗っていただけるという空間が実はこのクーペスタイルなのにあるというところがあります。ですから、まあ、4ドアがですね、便利であるというところももちろんあると思うんですけど、後ろに乗せる確率自体がそんなにその日常にないようだったら、十分なですね実用性を確保することができているというところがあるんじゃないかなと思います。乗るよりもですね、まあ、そんなに本当大変じゃないんで、それこそこの B ピラーないんで、こうやって普通に出れるというところがありますので、まあ、このあたりもポイントが高いかなというふうに思いますね。はい、リアの方ですね見ていきたいと思いますけど、これも広いですよね。後ろもかなりこう高さもありますし奥行きもあります。で、この CLK の良さがですね、ここにこのバックレストのこのボタンがあるレバーがあるんですけど、これをですねこのように引いて、でシートをですね前の方から倒すとですね、まあ、このような形で、全部ですねこう後ろまでこうつなげることができるんですよね。だから長い尺のものだったり、結構大きな荷物がですねどうしても必要な場合、乗せないといけないという場合でも、こういう対応がワンタッチですることができると。すると意外とですねこう困ることがないんですよね。十分必要十分というかいうの、実用性も
確保できているという感じですね。はい、エンジンルーム見ていきたいと思うんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。これは黒光りしてますね。もうパッと開けたら、これ平成14年式ということはもう15年前、16年前の車のにいうことになるんですけど、全然見えないですね。あの乗ってもそういう劣化を感じないというところもありますし、あのこの10年間ですね、この車を見てきてますけど、全然その大きな故障もないし、もうこう安定してるんですよね。まあ、その点はですね、まあ、古い車だからとか、まあ、そういうところでの不安感っていうのも非常に少なくて、ご満足いただける、コンディションと言って差し支えないかなというふうに思います。はい、例のごとくですね、ちょっとこう峠道の方に今あの進んでいってる感じなんですけど、まあ、どのぐらいの実力かというところで、まあ、体感的にですね、まあ、してみたいなと思うんですけど、例のごとくですね、この時代の車っていうかベンツはこちらの方ですね、マニュアルのシフトがついていて、左にすると、マイナスシフトダウンで、プラスは右にすると、シフトアップという感じになってます。だからまあこういう時にですね、まあシフトダウンを任意にこうやることができるという感じですね。結構ねこれ何度も動画でもお伝えしてるんですけど、割とですね、使い勝手が悪くないのと、あとこの時代の車にしてはですね、すごくそのレスポンスが悪くないんですよね。本当にこうスポーツ走行として、実用的なですね、こうシフトダウンとかが可能になってくるというような感じですね。一応そのセダン前とした乗り味ということなんですけど、このシフトダウンがですね、結構クイックにやってくれることによって、十分なこうスポーツ走行も耐えうるような感じの乗り味になってますね。あとはそのメルセデスの場合は当然その足回りがそこそこ硬くなってるところもあるんで、割とそのコーナーでもですね、こう膨らんだりすることなくて、十分に楽しめるようなですね、こうコーナリングをこう実現してくれてますね。いいですね。結構あのアクセルを開けてですね、走ってもなんかこう静かな感じなんで、中でですね、あのこう会話をしながら割とピッチ早く乗れるみたいなですね、いうのがありますね。エンジン音がジェントルなだけにですね、ちょっとこう迫力に欠けるかもしれませんけどね。ちょっと後からちょっと窓を開けてみましょうかね。ちょっと今開けてみましょうかね。この辺とかやっぱいいですね。帽子なんかもついてるんで、まあ、こう安定してますよね。全然こう怖さを感じないところがありますね。今度下りで行ってますね。CLK でこんな感じの道をエンジン音を轟かせながら乗るっていうのも違うのかもしれませんけどね。でも本気出したらそこそこ行けるよっていうのは、やっぱりこのクーペの車に乗ってたらやっぱりそこそこ期待してしまいますよね。ちょうどその CLK のそのモディファイモデルみたいなやつで、こうものすごいレーシングカーが
あるんですけど、これ CLK ベースなんですよね。で、まあ、それもそれの元となるっていうかね、こうベースカーっていうのがこの CLK のになるんで、まあ、なんかそれを彷彿させる感じのですね、こう走りをちょっとこう体感できるっていうのも面白いですね。ブレーキも効きますね。なんかやっぱりいろんなその自動車評論家の人とかがですね、昔からこの CLK が割とその直進安定性とかですね、まあ、そういうその横滑り防止等ですごくその常に静かに安定してるっていう評価があって、これがまあそのあんまり面白くないというね、当時言われたりとかしたんですけど、あのどこかでやっぱバランスを取らないといけないんで、こうスポーツカーというよりはそのセダンの美しいこうクーペスタイルという、特にこれ窓とかを開けるとですね、見ていただくとこれ B ピラーがないということになってるんで、あの視界性が非常に高いんですよね。だからその車乗っててもやっぱオープンカーに乗るようなですね、開放感とともに乗れるっていう、こういうものもですね、こう享受できるっていうのが、まあ速いとかっていうだけじゃないところで、こう車を乗るこの CLK を楽しむ一つの要素になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、いかがだったでしょうか。この CLK320 なんですけれども、非常にですね、魅力的な車ではないかなというふうに思いますね。まあ、その魅力的なっていうのが、このカテゴリーの車っていうのはですね、あのすごく解読感があるんですよね。当初のこう新車価格ってすごく高くて、昔はもう手が出なかったような車なんですけど、まあ、それは一つはこの形そのものにですね、生産台数がすごく限られているとかいう、その価格自体がですね、こう上げざるを得ない何かいろんなその事情もあったんじゃないかなっていうふうに推察できるところがあるわけですよね。そこで今のこう時代にこの車を買うとなった時にですね、やはりその安い予算で買うんだったら、多くの人はですね、 C クラスの4ドアの車っていうのをですね、選択した方がまあ無難というところがあったりするわけなんですけど、まあ、そこでこの CLK っていうのをですね、今回の動画なんかを参考にして見ていただいたときに、ご自身のですね、ライフスタイルに照らし合わせて考えたら、そんなにこう不具合とか不便なところがあるかっていうと、意外とこれでいいんじゃないかというふうに思えるところっていうのがあるんじゃないかなというふうに思いますね。で、この価格とかをですね、特に年式が立ってきている車っていうのは、どうしてもその年式とか走行距離で金額をですね、こう測ると、こっちの方が安いとこっちの高いとかっていうのが出てくるんですけど、あの一概に本当に言えないところになってくるんですよね。ちょっとしたレストアとか、ちょっとしたこうことを直していくと、車の価値を超えるぐらいのですね、こう修理がかかってくるような場合というのも、まあ中には出てくるということがあると思うんですけど、少なくともですね、こちらの車は今現在、またその過去を遡ってですね、10年この車私も見てきてますけれども、非常にその調子がよく、まあ、よく当たり車とかね、いろいろ言いますけど、この車はすごく当たりの車じゃないかなというふうに個人的に思っております。まあ、そこにですね、今回ちょっとしたエッセンスでライトを変えてみたりとかっていうのもやっておりますので、まあ、そのあたりもですね、まあ、下品でない純正を生かした感じのこうおしゃれなですね、カスタマイズっていうのを差し出していると思いますので、まあ、そのあたりもですね、ご検討の材料にしていただければいいかなというふうに思います。それでは皆様からのお問い合わせをお待ちしております。